great places like this. I mean, concentrate. Oh. Yes. Would you practice with me a while? I want to take another look at my fist. That thing that Master was saying? The essence of the fist is the core of fighting, right? Sure thing. Let's get to it. What's wrong? Come over here! Let's see you try and dodge this one! Let's do it. It's my turn! Good. Hey, let's get back. I'm starving here. No. I have something that I want to try out. Something like what? Well, I'm starting to feel something. I don't know what's this feeling you're chasing, but I hope you try and figure it out. Oh yeah, okay. My key is charged. Now I can. What the? Ryu's key is. Whew. I'm completely exhausted. Yeah. But this was fun. So then, did you get a good look at your fist? Good enough to learn that I still have a long way to go. I see. Ooh. Trophies already cool. Let's do the deal.
What? Yeah, duh. ではないはず。全てを熱せ。命と喰らうアメツの力。それは全て剣の行き着く先。違う。答えはそれだけではないはずだ。 飲まれかけておったな、殺意の波動に。俺は。あんたが竜だろ。ああ、君は。俺は坂幕風の羅シード。世界を旅する風のヒーローさ。若。ヒーローがなぜここに。それは話せば長い。とにかくあんたに頼みがある。 俺と戦ってくれ。自分の力を試したいんだ。若。あれ、ネットじゃ構えたらとりあえず戦ってくれるって話だったけど、調子悪い。戦いの中に答えは忘れたのか。お前の口癖じゃろ。ですがこのままではいずれ 戦いとは戦う相手を知り、己を知ることは、一人で迷っていても何も知ることはできぬ。本当はお前も分かっておるはず。おーい、気分が乗らないなら。分かった、戦おう。OK。 So I guess I'll find him. Oh, yeah.
負けた。 おこ。 でも助かったよ。 ちょっとは分かった気がする。 自分の力ってやつ。 ありがとう。 あんたと戦えてよかった。 ああ、俺もだ。 じゃあな。 行くのか。 俺もよ。 この力をもっと知らなければなりません。 ならば、 剣と会うがよい。 お前のことを心配しておったからな。 はい。 遅くなった。 師匠から話は聞いたぜ。 殺意の波動のこともな。 破滅の剣。 そうではない答えを 俺が見つけるためには。 いいぜ。 付き合ってやるよ。 来いよ、竜。 ああ、行くぞ。 やるじゃねえか。 だが、 心配するな。 お前が殺意の波動に飲まれても、 俺がぶん殴って止めてやる。 だから気にせず、 戦ってこい。 ああ。 シャドウか。 お前を探していた。 殺意の波動が人を外れた力、やはり互いに惹かれ合うということ。私と戦え、私は知らなければならない。この力の扱い方、俺も見極めたい。この先を。 波動拳。 殺意の波動、聞いていた話とは印象が違うが、まだ完全に抑えることはできないが、覚悟は決めた。この力の先にあるものを知るまで戦い続ける。それがどんな答えであろうと。そうか、お前と私の求めるものは違うようだ。だが得るものはあった。礼を。 また戦おう。Really? That's all? Okay. そういえば昔からこんな感じだな、俺たちは。メルはまだ寝てるのか。ぐっすり。でもよかったの？せっかくのお休みなのにパーティーなんて。<笑>
通なら断るところだが、神月のお嬢さんからのお招きだしな。それにあの家にはいつも強い奴らの情報が集まってる。また誰かと戦うってこと？もちろん。今年こそはあいつに勝ち越さなきゃいけないからな。あなたたちってそればっかりね。え？最初からそうだったじゃない。あなた強いよね。何のために戦ってるの？お金？それともスターになるため？俺には倒さなくちゃならない男がいるんだ。そいつともう一度戦うためさ。あれから何度あなたたちが戦っているのを見たかしら。 Why is hair so white in the cartoon? ここで始めるつもり？見てろよイライザ。 See, I like this king haircut, like...こっちだと思ったけどな。もうだからさっきの執事さんに案内してもらえばよかったのに。抜いてみる。さては不法侵入ってやつだな。え？違う違う、俺たちは今晩のパーティーの客で。これも仕事だ。黙って潰されてる。しょうがねえな。 Hey, watch out, baby. He trying to eat our kid.どこかで会ったことあるか？知らねえよ。サイエン波動機だぞ。体型は違ってたか。不法侵入者のくせに。客なのは嘘じゃないって。ほら、本当だ。ようこそミスターマスターズ。イライザさん、メル君もお待ちしておりましたわ。お招きありがとう、カリンさん。あら、何か失礼があったようですわね。お詫び代わりに食前の運動はいかが？嬉しいね。本当？ I gotta fight this bitch. お手並み拝見といくか。全米格闘を楽しませていただきますわよ。お部屋へご案内させますわ。リュウさんは来ないの？今あいつは戦ってるんだ。殺意の波動と。殺意の波動？
あいつがどんな答えを見つけるのかはわからない。そもそも答えがあるのかも。剣。でもな、どんなに辛くてもあいつは進み続ける。それだけは確かだ。なら俺もそうするだけさ。いつも通りね。この子と暮らし始めて1週間、ここでの生活には慣れてきたみたいだけど、時々見せる表情が気になる。何か力になれたらいいんだけど。これ私が新米だった時に使ってたものよ。つけてみる？あ、ほらこうやって結ぶのよ。毎朝こうやって髪を結びながら気を引き締めてたの。強くならなきゃって。小さい時から強かったんじゃないの？いいえ、これをつけてた頃は失敗ばかり一人で何とかしようっていつも焦ってた。その蹴り技、なんだ？That would be a car. Masaka, please! Kimi wa nani mo shiranai no da na. Kotaeru ki wa nai te koto ne. Sore nara. Gouken! Kiki!君の美はまだつぼみだ。咲き誇ったバラの完璧さには届かない。しかしつぼみが開く時を待つのもまた一興か。父さん、ICPO のチュンリンだったな。ここで何？シャドルの幹部、バルログの目撃情報を追ってきたの。まさか一人でか？許可が降りるのを待ってはいられないわ。私には彼らを追わなきゃいけない理由があるの。お願い、このまま行かせて。どんな理由があろうと、市場に振り回される人間は捜査の邪魔だ気持ちはわかる。だが奴らは危険すぎる。危険なことなんて百も承知よ。だからこそクンフーを積んできたんだ。チュンリー、一人で戦えるように。わかった。そこまで言うのなら、君の実力見せてもらおうか。力のないものを戦場には出せない。おお、Ha!
決められないなんて。君は強い。だが単独捜査は許可できない。そんな。私たちと協力するというのはどうだ。なし。でも疑っているのか。シャドルの内通者かもしれないと。そういうわけじゃ。行こう。バルログの潜伏場所は分かっている。ザコどもの慣れ合いか。私が手を下すまでもない。バルログ、行け。貴様らに似合いのあるか。て、頑張ってくれて調子に乗るがて、何かなら、ギッチギッチしてやるぜ。帰りとしね。ここは私たちに任せろ。ありがとう、二人とも。見つけた。私に追いつくとは。だが、君一人で何ができる。私は一人じゃない。私は君の父を知っている。そしてその末路を。また会おう。君が花開いた時に。誰も頼りにできないと思っていたの、ずっと。二人とも力を貸してくれてありがとう。もうこんな無茶はするなよ。やつらは手強いぞ。分かっているわ。でも諦めない。これからも。さあ、できたわ。ありがとう。私も誰にも頼れないと思ってた。リーフェン。私も強くなりたい。お姉ちゃんみたいになれるわ。みんなで力を合わせれば何だってできるの。一緒に頑張りましょう。やめろ、デカンプリ。お前なんか嫌い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 。多くの人を傷つけてきた。そんな私に誰かを守る資格はないのかもしれない。だから、はい、シャドルに動きが。はい、すぐに向かいます。それでも私は。てか、なんで俺様がこんな雑用を。ん？じゃあ
まあ邪魔するってんなら飛ばせ。Come here, give me a hug. Hey, give me a hug. There you go. So this is before Street Fighter 4. お前がシャドルの新たな幹部。外出の許可が出たのか。監視付きだけど、買い物の必要があったから調べたんだけど、個体ごとに好む飲み水の温度が異なるみたい。あと年齢と体重から与える食事量も調整しなきゃいけないんだって。ああ、猫のことか。知識が増えるって楽しいよね。世界が広がっていくみたいで。ジャニー、大丈夫？もしかして何かあった？ユニ、お前は今幸せか？え？シャドル、どうしてここに？私がキャミー、もうお前を、お前たちを戦わせはしない。私が守るんだ。So something's been changed.
君は気がついていないのだな。選んだ道の危うさに。何？いずれ知る時が来る。怪我は？大丈夫だ。よかった。本当にシャドルが動き出しているの？シェインズ計画と言っていた。こいつらもその一部なんだろう。またお前に危険が及ぶかもしれない。安全な場所で待っていてくれ。でもシャドルの計画は私が阻止する。そしてみんなを助け出す。今度こそ必ず。みんな本当は助けなんか望んでないのかもしれない。でも向き合うって決めたんだ、昔の自分と。だから私今が幸せかどうかまだ決められない。だけどキャミーといっぱい話したり笑ったりする時間はすごく好き。一人で思い詰めないで。あなたに助けられて本当に良かったって思ってるから。She all like, I love the girl in uniform. それはこっちのセリフ。帰ってきてね。約束する。なんか面白くなりそう。Oh my god, Julie ちゃん。I'm not nothing about this guy. Quit rolling. Nothing.あなたは全身の骨が折れて、とにかくひどい状態だったのよ。何があったか覚えてる？私はかつて私は負けた。代償は命だった。勝手に動くな、ナッシュ。準将からも言われているだろう。お前が止めに来るとな。だが何と言われようがシャドラ、ベガを放っておくことはできん。どうしたんだ、ナッシュ。お前は冷静さを失っている。一人で行っても無駄死にするだけだ。どうしても行くなら俺も。お前には家族がいるだろう。奴は私が、俺が倒す。ナッシュ、記憶は戻っているのよね。ベガと戦った時のことは思い出した。その後のこと。ああ、ようやく会えたな、ベガ。これはこれは勇敢な米軍戦士の武器。話してもらうぞ。貴様と我が米軍の上層部とのつながりをな。裏切られたのか。俺は、やつらは裏切ったのは上層部だけではない。あなたの仲間たちもベガの手の内だ。
今は。現在のあなたは行方不明扱い。でも、もう死んだものと思われている。この世界にあなたの居場所はないみたい。残念だけど。そしてベガがいよいよ世界を征服しようとしている。ベガの居場所を知っているのか。ごめんなさい、それはまだわからない。でも他の情報ならいくつか。協力してくれるなら全部提供するわ。興味はあるかしら。いいのよ、返事は急がない。そうだ、何日か外の世界を見てきたら楽しめると思うわ。久しぶりですもの。シャドウの構成員ベガはどこにいる。離せ、急いでんだ。へえ、俺は珍しいな。えっ怖え。貴様はサイコパワーだと。子供相手に乱暴すんなよ。大人げないぜ。その力は。そんなことより自分の方を心配しろよ。あんた死んでんだろ。知らないみたいだから教えてやるけど、死体ってのは普通動いたり戦ったりはしねえ。その体長くは持たないぜ。こんなところで油売ってる暇ないんじゃねえの。まずですよこのガキ。今こそバイソンの。貴様もシャドルか。覚悟は決まった？そうだな。よかった。では、始めましょうか。人は必ず自分に負ける。だが自分に勝つのも自分しかいない。今度は負けはしない。私に残されたのはこの怒り、この憎しみだけだ。ベガを倒す。そのためなら。地獄の味。ジェイドボート、こちらはクリムゾンバイパー。聞こえていたらサインを。オーケー、対象が現れた。仕事を始めるわ。シャドルの総帥ベガ、多くの人間がベガを追って命を落としている。そう、彼のように。ようやく会えたな、ベガ。チャーリー・ナッシュ、アメリカ空軍中尉でベガを追い続けていた人間の一人。ドラッグ密売容疑で連行する。その後のことは5分後に来る仲間のヘリの中で聞こう。面白い。その5分、貴様の人生最後の時間にしてよ。彼は知らなかったのだろう。ベガの力が自分の想像を大きく超えたところまで及んでいたこと。
だ。どうした、まだ5分は過ぎていないぞ。まだだ。来たか。うわなぜ。あれはベガ様。ファン、独自の使い手でシャドルの新たな幹部、そしてかつてベガによって粛清された麻薬組織の唯一の生き残り。当時有数の麻薬組織だったブーハンはシャドルの傘下へ加わったと思われていた。バカどもめの。でもある時ブーハンは消滅した。それを行ったのはベガだった。毒など効かんわ。お許しを。今後はベガ様に心からの忠誠を。忠誠など不要。は？シャドルでは力を持つ者だけが生を許される。我が力の前で貴様は命をつないでみせた。力を失えば次は死ぬ。それだけのことだ。シャドルで生きるなら役に立ってみせろ。はっ。計画はどうなっている。はは。 PSA は現在7つの最終段階に入っております。また AS とドールズの調整も順調で、現在は各地でテストを行っています。間もなくです。これらをもって世界を恐怖に叩き込み、ベガ様のご意向を世界の隅々まで行き渡らせましょう。そういう世界政府の大学、やはりハッカーたちは SIM 研究員が失踪した事件の黒幕がシャドルだった。でもなぜかしら、シャドル、ベガの目的はこれだけとは思えない。気づかれた。ネズミめ。もしやスパイ。もはや奴らには止められない。すべてが終わるのだ。私が求めるのは、未だこのような人形を使い続けるとはな。揺れ動く心が生み出す美にこそ価値があるという。そう、彼女のように。まだだ。感じるぞ、君の苦悩、迷いを。なんだと。なぜそうまでして私たちシャドルを追う。象か、それとも食材か。黙れ。過去と現在の狭間で揺れるその瞳、美しい。
その口を閉じろ。震えているのか。殺しはしない。君の美しさを摘み取り、まだ早い、行くがいい。おお、誰かと思えばバルログさんでしたか。この私が再調整したニュードールズ、お気に召したです。戦闘力の上昇はもちろん、サイコパワーとの親和性をより高め、我らシャドルの命令に忠実に従うよう強化しているですよ。自らの行いの醜さに気づいていないのか。救いようがないな。ナンバーツーの私に対して口が過ぎるのではないですか。How dare you say something mean about me? You're a mean, mean man. ちょうどいいです。この際、どちらが上なのか。Shut up, let's go. やるようですが、まだ。ご報告します。何ですか。個体番号006を発見しました。キラービーと行動を共にしている。何ですか。006とあの目障りなキラービーですか。裏切り者は抹殺するとして、006は再調整すべきですね。どこにいる。こちらを。逃げるつもりですか。貴様の醜い顔は見飽きた。キャー、なんて忌々しいやつですか。見つけたぞ。ファン、ブスな真似を。なんだと。なぜ人形のために戦う。己を犠牲にした美しさなど、所詮は一瞬のものだというのに。ジャミー、もうお前を、お前たちを戦わせはしない。 You cannot have Julian turn her into Jury, even though you're gonna take her anyway. かつての自分の影に苛まれ、もがき苦しい。その歪みこそ君の美しさ。Oh yeah, play some music from right there. 忘れたであれば、思い出すがいい。痛みとともに。Oh, Misa.Whoa, we got air grabs?
まだ倒れるわけには。そうか。They got a 何がおかしい。君は気がついていないのだな。選んだ道の危うさ。Interesting button layout. I know you're not a character, but no more. Everybody know that. But it still feels kind of weird. Oh, they did. A new beauty. Ain't that a beat? Birdie. Saddle, you're more than a Thank you.
ぜ。意外と悪くありませんわね。俺の攻撃が汚ねえだと？侮ってもらっては困りますわ。シャドルーの装具一匹相手にできぬ私とお思いですの？俺はもうシャドルじゃねえ。こんな目も初めて食ったぜ。それでなぜシャドルを脱走しようと？決まってる。奴らのやり方が気に食わねえからだ。あんなやり方は許せねえ。帽子着用が規則だと？てめえ、俺様のこのナッツな髪型を何だと思ってやがる。シャドルにいる以上私の方針に従ってもらうですよ。シャドルを裏切るとはね、気に入りましたわ。我が神月の触覚となることを許しましょう。触覚？ただで飯が食えるってことか？必要に応じて私の命を聞くならば。なーいぜ、どいつをぶっ飛ばせばいい。カリンお嬢様、裏切りは主の器量が足りぬ証拠。この男が裏切るならば、それは私の不徳の致すところです。それでは腹立ちにこれをこなしてもらいます。神月流百人組手ですわ。なんだと。And now, Karin. Korai より受け継がれてきた執事と、今宵は聴覚を高めることで真の執事力を磨き、主が何を求めているか心音で察知する術を伝え。さすがエジプト、説得力が違う。これが真の執事力というものか。人のごとき速度で。お帰りなさいませ、カリンお嬢様。神月家当主に代々伝わる奥義、神月流疾風術をいともたやすく。鑑定の方はいかがでしたか？少々退屈でしたわ。バーディーの姿が見えないようですに吹っ飛ばされたんだよ。食後の運動を始めますわよ。まだ食ってねえ。心配には及びません。夕下は首相といただきました。てめえの飯のことじゃねえ。なりませんわ、柴崎。は、利き腕を封印し戦う老人がインドで目撃されたとの情報があります。約100年前、戦前の神月家当主と三月にわたり死闘を繰り広げた戦術の使い手である可能性が高いかと。千人との手合わせに血が騒ぎますわね。Yes. 出発の準備を。は、Overall 10-4. Indo に参りますわよ。Being able to execute. 先日は炎を吹き出す術を授けたが、こたびは異なる場所に精神と肉体を転移させる術を教えよう。
この辺りですが。あら、ごきげんよう。そなたたち、なぜここに。柴崎。はっ。この付近に戦術の使い手が現れたと聞きました。ご存知ありませんか。こいつじゃねえのか。浮いてるだろ。私ではない。戦術と用がどちらも断りに至る力ではあるが、その本質は似て非なるもの。あの方との会交で私はそう感じた。いつお会いに。数日前に。今は気配を感じられぬ。すでにこの地を断たれたようだ。今から追跡を。強者と強者はおのずと惹かれ合い、ぶつかるもの。残念ですが、まだその時ではないということでしょう。それに。千人にも劣らぬ強者がいらっしゃるのに、戦わずして背を向けるわけにはいきませんね。待て、私は今。This kick is not... Oh, it's really good. Oh, okay. Stop. 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 Trying to get the fucking combo out. All he wanted to do was jump. I should have just kept uppercutting him. あれは確固たる闘志の波動により、真にすら己の意志を押し通す奥義。貫月流横髪破りの型。あの若さで得されているとは、さすがカリンお嬢様。大丈夫かお前。拙者。丁重にお招き。ヨーガの神髄、さらに極まっているようですよね。そなたも見事であった。その曇りなき剣で進み続けるがよい。私はこれからこの地の警察官に転移の術を教えねばならない。ここまでとしよう。教えられるのか。それそれではカリンお嬢様、千人と手合わせできなかったことは心残りですが、私たちもひとまず。見よ、この筋肉を。ギース。これも何かの縁。あの方にも手合わせをお願いしましょう。うん、お前たちは。ご無沙汰しております。まだ残っていたか。ふっ！あれは波動を行く王者の合格で三千里離れた相手すら圧倒する。神月家が命を懸けて追い求めた悲願の方、覇者の腕組み。うん、筋肉の律動のみで相手を圧倒するか。俺も負けてはおれん。マッサル！
実に腹性な試合だったぞ。ええ、まさに血湧き肉躍る戦いでしたわ。赤きサイクロンの名にふさわしい剛腕と磨き抜かれた技の切れ、データを改めなくては。カリンお嬢様。分かっています。それでは、いずれまた。うん。柴崎、この後の予定は？忍びの里との交渉の後、ニューヨークで開催する格闘大会参加者の選定と格闘パーティー招待リストの確認、明朝には神月スペースコロニー計画について各国関係者との打ち合わせを予定しております。桜ちゃん。でも望むところだよ。行きますわよ。行くよ。Oh, I get to fight Sakura. That means she might be a character in the game. That'd be hot. Wait, no, no, I don't.Another fucking girl, lady. Wrestler. Oh my god, Zangief!リングで鍛え抜いた肉体と技、見せてもらおう。はい、よろしくお願いしますぜ。Okay. 腕をお借りするぜ。 What's the drop kick? いくらでも来い。Why your boy got an arm full of donuts though? Okay.
Oh! Please fucking jump. She want that muscle spirit. She want that muscle spirit. お聞きになって
ていらっしゃらなかったスカーザンギエフ様の熱きお言葉を。だって叫んでばっかで話の内容わかんないし。人が盾に出てればちょっと表に出ろ。うるさい。私が勝ったら二度と話しかけないでよね。いい度胸だ。ボコボコにしてやるっすよ。舐めないでね。私がめっためたのギッタギタにするんだから。なんだと？生意気なんだよ。喧嘩売ってるんすか。何よ、そっちこそ後から来たのに偉そうに。うるさいのはそっちでしょ。ギフィギフィ。いざ行かん。来て。トーストのパウダーを積んだ。スクリューファイルドライバー。決まった。勝者はロシアが誇るアイアンマッスル。無敵のレッドサイクロン。ザンギエフ。He hit me hard in the back。おお、アザムからか。新しい解放ができたのだな。ニューマッスル世代か。ザンギエフ様。おお、ミカではないか。お前の活躍は耳にしているぞ。そんな、ザンギエフ様の伝説に比べたら私なんか。I'm glad they cut it short, because they already met. And just leave him in the ground like that. その為にマッスルスプリットが必要だ。そうだ。これから武者修行に行くというのはどうだ。世界中の猛者と戦い、筋肉を育て上げ、マッスルスプリットを手に入れるのだ。マッスルスプリット、かっこいいっす。久しぶりだな。相変わらず良い筋肉だ。そちらもな。それにしても武者修行とは古風なことだ。ご友人っすか。おう、俺の旧友でマッスルソウルファイターズクラブの名誉顧問アザムだ。私はレインボーミカです。よろしくお願いするっす。もしかしてあんたってあのザンギエフ？アザムの知り合いだったのか。わかる。あんた有名人だよな。ネットで見たぜ。すごい筋肉だよな。筋肉に興味があるのか。良い心がけだ。よし、記念に投げてやろう。いや、そういうつもりじゃな。いやもう気持ちだけでいいってば。遠慮はいらんぞ。You scared, homie?Yeah!
パワーだな。そうだ、これも全て筋肉によって生み出されるのだ。私ども一戦お願いします。まずメスラ。いいぞ、思いっきりぶつかり合うといい。マジで？ちょっと。ララから伝言を預かってよ。いつもの場所で出そうだ。良い修行になりそうだな。ああ、この旅を通してミカにも何か伝えられればいいと思っている。我々もかつて先達の背を追い導かれた。うん、次は俺たちが。もう一戦、もっとマッスルスピリットを磨くためにお願いするっす。いや、もうプロレスの熱いスピリットなら十分満喫したって。熱き魂はプロレスだけのものではない。お前も持っているはずだぞ。先人たちから受け継いだ魂がファイターの力となり筋肉となるのですぞ、若者。受け継ぐっすか魂。ついにザンギエフ様と共にリングに上がる日が。震えてきたっす。安心するがいい、ミカ。今やお前のマッスルスピリットは俺に負けるくらい熱く鍛えられている。ありがとうございます。リングで立ちすくむことがあれば俺の僧帽筋を見ろ。この背がお前の道しるべだ。サンギエフ様。よし、行くぞミカ。はい。Tag teaming up, but we not going to get to play it. 誰しも様、私にヨーガの技を教えてください。それは何故か。強くなって民を守りたいのです。誰しも様のように。ヨーガとは調和を導くための手段、強さを得るための力ではないのだぞ。それでも良いだろう。ありがとうございます。では。あ、いたいた。あんたがあの一度は会いたい世界七大ヨーガマスターのダルシム。ネットで噂の若。ネット。なんだお前は。今ダルシム様。おっと、申し訳ないけど俺も急いでるんだ。なあ、そのヨーガの技ってやつを俺に教えてほしいんだ。時間はかからない。一回だけ戦ってくれたらいいからさ。バカ。お主は何故技を求める。言えないね。だけど少しでも強くなっとかないと。頼む。一回見たら大体わかるかもって思ってたんだけどな。
やっぱりそう簡単に腕は伸びないか。わか。ヨガとは一朝一夕で身につくものではない。やっぱり。ま、でもこんな変わった技の使い手と戦えたんだ。いい経験になった。ああ、そうだ。有名人なら顔広いだろう。こいつ知らない？いや。そっか。ありがとう。じゃあな。よろしかったのですか？あのようなものにヨーガの技を見せるのだ。あの者も誰かのために力を求めていた。技は得得できずとも、戦うことで何かを得られたのであればそれでよい。これは守護神アグニへの祈りと共に放つヨーガの基礎。妙なことをやったらな。あなたは浮いてる。これはヨーガ。ヨーガと同じに見えるのか。お主の弟子はまだまだじゃな。まさかこのような場所でお会いするとは。暇つぶしじゃ。面白い気配が行き着こるんでな。それにしてもなぜこのような弟子を。ダメダメすぎてお主の修行の妨げになるであろう。私はヨーガを人々の助けとして広めたいと考えております。一人で道を極めることではなく、世のものすべてが調和することを目指す。時間はかかるとしても、それが私自身の修行にもなるのではないかと思うのです。ほほ、道を極めるではなく広めるか。お主は相変わらずよの。もう行かれるのですか。ちょうど面白いやつの気配が近くにある。今度うまいカレーを馳走してくれ。じゃあの。ダルシム様、今のは。あのお方は仙人。戦術を極めた方だ。ヨガ。ダメだ。焦りは心を曇らせる。落ち着くがよい。あの、ちょっといいっすか。私は岩志ヶ浜日本女子プロレス所属のレインボーミカです。今の火の吹き方を教えてくださいっす。プロレス。そうっす。今の技でリングを盛り上げてみんなの役に。そなたの熱き思いは分かった。戦いの中で学ぶ。ありがとうございますっいずれそなたの熱き思いが炎となり、皆の力となるだろう。熱き思い。何か掴めそうっす。ご教授、ありがとうございました。見事な炎であった。ですが、ダルシム様のような大きさでは。
力の大きさが大切なのではない、心を鍛えるんだ。わざわざしるべにすんの。誰かを思う心が炎となり、調和を生む力となる。その手助けであれば、私はいつでも答える。Thought he was supposed to be teaching teleportation.今日も人探しは不発。だいたいシャドルーのマークって本物なのかと。あいつさ、発想元の住所くらい書いとけって感じだよな。なあアザム、俺ってバカなことしてるかな。ただの一般人が友達を探してシャドルーの基地に潜入しようなんてさ。若がバカなことをしたいと思われるなら、私は従うのに。そうじゃなくてさ。でもさ、あのネット中毒がいつもメッセージをよこしてないんだ。そりゃ研究で頭がいっぱいになったら 2,3 日は音信不通になることもあったけど、でももう10日以上だぜ。あげく来たのがこんな小包み一つ。友達としては気になるだろう、やっぱり。若、食事が冷めますぞ。よっと。マジで？あいつか。そのマーク、あんたシャドルかな。なんだてめえ。よし。シャドルの基地のバスかけないか。こんな街中でシャドルシャドル言いやがって。十分迷惑だったんだよ。俺はシャドルを抜けたんだ。なら行ってもいいじゃないか。俺は友達を探してるだけなんだ。友達はこの近くの SIN って会社の研究所に勤めてたんだけど、行方が。で、お前のダチのことなんか知るか。若のためにお願いいたす。最後のメールは12日前か。大勢死んだか。そういえばネットで見たな、そんな記事。そこそこ強いんじゃないかな、たぶんと。レス早いな、マヤ。この座標の場所に竜がいる。自分の力量を知らないならそこに行け。力って言ってもシャドルーと直接やり合うつもりじゃないし。
基地に行って友達を助けて帰ってこられる程度の力でいいんだけどさ。それを竜というものと戦って墓の。ストリートファイトの世界じゃ有名な男らしいぜ。そいつと互角にやれたら。竜ってなんかいかついやつなのかな。よし、最初は軽く挨拶を。俺は坂巻風のラシード、世界を旅する風のヒーローさ。バカ、ああ滑ったか。ヒーローがなぜここに。ね、話せば長いんだけど、とりあえず俺と戦ってくれ。自分の力を試したい。あれ、ネットじゃ構えたらとりあえず戦ってくれるって話だったけど、調子悪い？なんか怒ってんのかな。怒っておられるわけではなさそうです。おい、気分が乗らないなら。わかった、戦おう。さすがだな。それにあんた、総流拳。そうか。いや、負けた負けた。でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする、自分の力ってやつ。ありがとう、あんたと戦えてよかった。ああ、俺もだ。負けましたな、若。負けたな。それで、ご友人探しはおやめになるのですか。いや、さっきの戦いで少し分かった。あの竜ってやつの拳から伝わってきたんだ。進む意志みたいなものだ。拳から。力があるとかないとかは問題じゃない、俺がそれをやりたいかどうかなんだな。お前もそれ言ってたんだろ、若がバカなことをしたいと思われるならって。若、俺は友達を助けたい。相手がシャドルでも一人でも。悪いなアザム、俺がやりたいことに付き合ってくれるか。一人ではございませんぞ、若。もちろん、お供いたしますとも。ピン、ピン、ピン。さあ、松田流を広めちゃうよ。電撃だって今から始めるよ。うわあ、もうやめろよ姉ちゃん。マスターズ通信から。ああ無理無理、マスダ流がこれやっても人来ねえから。こういう風に強いやつに勝ったりして有名になればいけるかもしれねえけどさ。なるほど、あんたドキドキさえてるね。じゃあちょっと行ってくる。え？どっかに強そうなのは。お、ねえクソ、腹ペコだぜ。あんた強いでしょ。私
勝負してくれたらごちそうしてあげるって。マジか。 私もお腹空いてたしね。ところであんた、他に強い人知らない？ね？とにかくめちゃくちゃで、すんげえおっかなくって、格闘って聞くだけで目の色が変わるやつなら。おお、いいじゃんいいじゃん。なんて名前の人？ かんずき、かりん。ありがとう。じゃあ行ってくる。おい、飯代は？じゃあ、あなたは？奈良松田、松田流の後継者ってやつ。かんずきかりんってあんた？ええ。めちゃくちゃ強いんだって？私今さ、 動きの数々、面白い方ですよね。でしょうでしょう。まあ、あんたもすぐに見切ってきてたけど。あんたの知り合いで強いやつがいたら紹介してほしいんだけど。あの方なら。確かにすっごくワクワクするね。私はララ松田。 あんたと戦いに来たの。俺と戦うために。そうそう、まあ細かい理由なんてどうでもいいよ。あんたとの戦い面白そうだしね。<笑>分かった。そうこなくちゃ。アンバンジン。 出てたでしょ。ゴゴゴーって感じの、ちょっと変な金みたいなもの。殺意の波動のことか。おお、洒落た名前。私あれ好きだな。スリルいっぱいで。好きか。じゃあ
私は行くね。またね、リュウ。最近いろんな相手で戦ってさ、すっごい気分いいの。世界には面白いやつがじゃんじゃんいるんだね。うん、その通りだ。そして多くの相手とぶつかり合うことで筋肉をバランスよく鍛えることができる。このようにな。さあ始めよっか。And now to this guy. 彼らはグーハウ、アジア有数の麻薬組織で、先月シャドルの傘下に入りました。さらってきた子供を独身の使い手にし、暗殺者や用心棒として利用することでも有名です。本日は真珠を示すために来たと聞いております。真珠だと。醜い毒蛇どもが。あれが新しいグーハウの牙か。気味の悪い男だな。し、声が高い。ああ見えて歴代の中でも稀に見る独身の使い手らしいぞ。ほんの少しでも奴の攻撃を食らったら毒に体がやられて死体も残らないそうだ。独身とは体に蓄えた毒を使って相手を殺す術。子供の頃から毒を飲み毒に触れる。毒に負けた者から死んでいく。死んで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 生き残った者だけが殺す側になる。というわけですよ。ベガ様、この度は我らグーハウをシャドルに加えていただき感謝の言葉もあります。忠説の証として一つ余興をお見せいたしましょう。バカどもめ、fucking hate Star's characters.
なんという強さだ。だが先ほどの戦い、確かにこの爪は奴の体に届いたぞ。毒が回るまであとわずか。その時まで耐えられれば仲間の元へ行くがいい。そうはいきませんですよ。私は生き残る。殺す側に立ち続けてやる。諦めるものか。毒など効かんわ。なぜか。何度も傷をつけて、時間もかけて、私の毒はどんな生き物も殺すはずなのに。いや、今は考えるな。ここで殺されてなるものか。必ず生き延びるのだ。お許しを。今後はベガ様に心からの忠誠を。忠誠など不要。は？シャドルでは力を持つ者だけが生を許される。我が力の前で貴様は命をつないでみせた。力を失えば次は死ぬ。それだけのことだ。この方は。この力は。シャドルで生きるなら役に立ってみせる。はなんという。私の毒などこの方のお力の前では慈悲に等しい。最強の毒をはるかに超えた力。この方は全ての生き物を殺し尽くす側に立つお方なのだ。If you got psycho power B, you got poison power. I hate that he had charged characters because you can get so many setups with those fire, well, poison balls he throw. Poison bows. He throwing STDs at people. ネカリは人外の力を持って強き戦士を喰らう。次の戦いの時に多くの戦士が糧となる。はじめの戦士は惑い進む。その身に赤き力を宿す。我不信は人戦士の玉は我に。
first. Fight Ryu.
shit to do. This is the path of my destiny. This is the path of my destiny. Ready. Fight. I go for the Zenbuken. Come on, let's turn up the heat. Ready. Fight. Atomaki Zenbuken! Hadouken! Hadouken! Oh yeah! Hadouken! 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 Shoryuken! Oh yeah! Shoryuken! Shoryuken! Good. My iron body is invincible, so beware! Ready. Fight. For those who I wish to protect, I will fight you. Ready. Fight. Arthi. Yeah. Easy. Yeah.
That was a very difficult fight. Let my beauty intoxicate you. Ready. Fight. Let's go.
Okay, we're sure.